な、何やと、この栗園は福知山す栗、すげえ、井戸、井戸ではない、なんなの、なんなの、綺麗な川スタートで今日の撮影、どこかはちょっとわかんない、どこかわかんないけど京都かな、京都やな、うわすごいで、山あいにちょっとちっちゃな集落っぽいの見つけたんで、そこに突撃取材誰にやん、外人とか見たことありますか、もしかしたら外国人に移住してる可能性はあるかも何かね、建物の作りかけ壊してるみたいな、すんごい木がいっぱいあるな木材の宝庫や、なんな、何跡、わかる方また住んでる感じで、まあ、川も近くあるからな、だいぶあれなの被害あるんかな、ありそうな感じするな、めっちゃありそうな感じする、入ってくるんやろうな鹿が、じゃないですか、 あそこまでせんやな、ほんまにすぐ横山の山全部山や、四方八方夜中バーンと出た、そこ出たらタイムオールにしたおるやろう、うん、なんか上に祠みたいなあった、この上に祠が、あ、ちゃうわ、え、予想や、あ、ちゃうわこっちに数軒だけ目の前にあるな、うん、ある、緑がすんごい綺麗や、そう、めっちゃ綺麗よな、何軒ぐらい、パッと見 1,2,3,4,10 ぐらい、もう10ぐらいにしか見れんな、奥にもうなさそうな感じするけど、あ、上にもあるわ、でも上あれちゃうの、そうか、またちゃうか、うん、ちょっと、うん、水がめちゃくちゃ綺麗や、ほんまにこれな、飲めるんちゃう、で今は多分水道水綺麗、最近あれニュースに載ってたもんな、アメリカの 軍が発がん性物質大量流してて水道水汚染されてる、マジで、そのアメリカ軍の近くの地域、あー、やばエグいらしい、沖縄とか、そうそう、その駐屯地があるところの近くの水道水エグいらしいから、飲むなってめっちゃ怒ってる、その市民が日本製何してんねんって国民守れよ確かに、うん、なんか空き家はなさそう、これな、うん、
こは多分移住おらんやろうな。なんか植えとんのかこれ。めっちゃ綺麗な芝生なんだ。めっちゃ綺麗よなこれ、うん。泣いてる。ああ、俺らここら辺に住んでる人から見たら誰やって誰ってと思うんから。そうだね、絶対知ってる人しかここ来ないよ、この道。なんか山を開拓しに来たやつとかって思われたんかな。山を開拓されるって思われたんだ。だって、うん、一本外れて入ってきたけど、ここほんまにここの集落ってためだけの道路っぽいな。夏だ、続いてこれ先行き止まりじゃん、うん、ぽい。ちょっと揺れたんしようか、あら、ここら辺で。そうだね、農作業してはる。すげえ、また邪魔したあかんし。そうだね。うわ、でもこんな来た、だいぶ来たな。福知山、福知、あ、ここ福知山なんや。スイーツの森って書いてるってことは、この栗園は福知山す栗、栗園、これが栗園ってこと。え、栗ってこんなんじゃないよ、木やろ。うん、あ、全然映してなかった。これはちょっと嫌な匂いがしますね。ちょっと怖いですね。怖い匂いだ。空き家なんか、空き家でも上のはちょっと臭いけどな。空き家上、上のちょっと、うん、多分あれで売りに出せないのかな。なんかもっと上にも道あるけど、山に入っていく感じや。なんか予想的に神社とかあるんじゃん。なんか歩くのよ、集落とか。ここら辺に神社。ちょっと呪われそうやからやめとこう。呪われそうは。だからこの上にあるんか。はいはいはい。あ、ほら、やっぱ上に行ってるわ。うわぁ、カメラ捉えてないよ。だから上にも多分集落があるな。なるほどなるほど。ちょっと行く。だいぶ遠そう。いや、俺はパッと見あの2軒で終わりだと思うわ。ああ、じゃあ。何よ、何の鳥。ニワトリのなんか進化したバージョン。わ、ニワトリはもう進化せんとき。こんなとこ落ちたら、すげえ。井戸、井戸ではない。なんなの、どんどんな、深さざっと40メートル。どういう目してんの、怖っ。これ40メーター、高層ビル。やば。栗の木、うん、やっぱあのあれやってるだけあったら看板みたいな。栗めっちゃ落ちてる、見えるかな。この栗の木を市が補助してるってこと。これ一個だけでいく。そんなことある。そんなこと絶対ない。どんなすごい木や。それだけでなんか支援金とか出るんかな。これ一個で何千個とか取れるのか。栗もっともっと。こっちにもなんか道あるし。こっちの道なんだろうな。ハイキング。あ、ハイキングコースかな。上になんかあるんだろうな。上に。まあ予想は展望台がポツンと終わり。展望台？どっから見る？知らん。なんかよく歩くの田舎あるある。まあまあまあ、ちょっと登ったら展望台みたいな。ベンチ1個だけの。そうそうそう。うん、いや俺は田んぼやと思うな。だからこういう、あ、棚田ではないけどなんかこういう。上にもこういう感じだ。そう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 。なるほどな。こんな感じで一番最初に戻ってきました。終わりですか、今日の。今日の
関西の山に囲まれた小さな集落